お母さんまだ大丈夫です。まだ痛いです。わかりました。コントロの中心部の紙のところ頭味付いてます。いただきましょう。すいません。頭いただきます。どうぞ。あーいいにょ、あーいいにょ、おいしい、おいしい、うん、味がすごい、西村くんでした。国産の黒毛の実のって全部油が挟まってるから、ちょっとまた別物なんですけど、油が挟まっちゃってて、で、実のサンドっていう名前にして今売ってる。あ、ごめんなさい、失礼しました。本当ステーキみたいですね。中にはそのうまいのを食いたいとかなんとかっていう人がいるんですけど、この千切り、そうですね。決めて、そうですね、突撃する。はい、そうしましょう。こわ、誰が勝った人が番好きな番を決めましょう。 OK です。はい、OK、 勝った人おごりでーす。何番いきますか。だいぶここはですね、九段寺さんなんで、いきますよ。ナンバー9。 OK。 じゃあ9いきます。どこの店かはしません。怖い怖い怖い。九段寺さんのナンバー9。そうだね、俺9やけど。はい、さて、なんて店。ナンバー9。なんて店。怖い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 。店の名前が言わなかったっす。おお。え、9番。じゃあこれは何かや。あれ、ここでした。ちょっと待って。え、ちょっと待って、すいません、九段さん、僕9番って言ったんですけど、ここしか多分やってないですよ、この回。あ、そうですね。じゃあ、酔っ払いじゃない顔でいける。はい、わかりました。はい、すいません、プロデューサー30分泣き、ちょっと僕、白くとも芝居です。30分泣きいいですか。すいません、30分なんですけど、今から30分ぐらいです。あ、大丈夫みたいです。悪さしないよね。悪さしないです、もちろん。